こんばんは、本日も本音で中樹ラジオのお時間です。26回目ですね。はい、はい、今日は、僕とね、ひろくまでお届けしていこうと思いますが、はい、何回目ですかこれ。あ、実はリテイクしています。リテイクを、リテイクにリテイクを重ねて3回目ですね。はい、初めてですね。はい、初の、1回目は、マイクの取れてませんでした。はい、そして2回目は内容がおかしかったり、おかしいというか、まあもうちょっとなんかね、うん、結構いい話ができたんで、うん、ちょっともう一回深掘って話したいなと思いまして、うん、で今日はですね、皆さんごゆっくり、3回目なんでお茶が減ってますね。はい、はい、ごめんなさい。はい、でまあ今日は先週先々週とですね、まあ、教育系の動画、うん、まあ何本もここ最近出してると思うんですけど、はい。まあ正直ね、まあ、もちろんね、中学受験に関するこうハウツー的な動画ももちろん、まあ、皆さんに見ていただきたいですし、どちらかというとそっちがね、直接的に皆さんにね、有益な情報だと思うんで、はい、再生回数が回るのはもちろんありがたいと、まあ、はい、いう反面、まあ、できたらその教育系の動画っていうものもぜひね、皆さんにね、見ていただきたいなと思うんですよ。うん、だからまあもちろん僕らもね、ただその大学生が言ってるだけですから、はい、お前が言ってその説得力どうなのよっていうところがね、あるの、まあ、それが原因なんだと思うんですけど、まあ、その内容としてはですね、僕らもう本当に伝えたいと、心の底から伝えたいと思うような結構内容だよね。そうだね。だからその正直その一番伝えたい内容だったりするわけですよ、教育法に関してが。うん、だからそのまあもしね、お時間あれば見ていただけたらなと思います。ということで、まあその今日はですね、まあ、僕らが小さい頃どういう子供だったのか、うん、そしてまあそれに対して親はどういうふうな関わり方をしてたのかみたいな話ちょっとしていけたらなと思うんですよ。うん、でちょっとじゃあ、ひろくまがどんな子供だったのか聞こうかな。うん、もう皆さん聞き慣れてるかもしれないけど、うん、まあ、俺はその、まあ、いわゆる、うん、まあ、いたずらっ子で、でまあ知ってます。はい。いたずらっ子だし、まあ、宿題とかもしないようなタイプ、うん、で、まあ、ずっとふざけてるみたいなタイプの子供ではあったんだけど、まあ、ただだからそれに対して親は結構厳しめ、うん、厳しいところは厳しい、うん、そのまあだから体罰とかも結構普通にしてるようなビンタとか、まあ、だから人によっては体罰とね、いやそうだね、そうそうそう、言われてもおかしくないような感じです。はい、でまあ、それもされなんだろう、されると、まあそれもしてたし、まあ、ただでも厳しくないとこは本当に厳しくはなかった。俺が学校で問題を起こしても、うん、ああもういつものねみたいな、そのなんていうのそのはい、なるほどね、はい、まあまあ賛否両論あるんだろうけど、うん、まあでもそのメリハリをつけるっていうのはね、うん、一つ重要ですよね。うん、どうだろう、俺はまずね、めちゃめちゃちょろちょろだったらしくて、あ、なんかそのとりあえずめちゃめちゃ全然いなくなる、すぐいなくなるみたいな、うん。あとはなんかそれベビーカーとか乗ってても抜け出してくるらしい。あ、ベビーカーってさ、普通抜け出せないじゃん。そうだね、なんかちょっと結構安全に設計される、抜け出せたらダメなわけだから、まあ、そうだ、それを抜け出してくるらしいんだけどまあだからその結構その動きでも多動だったんだよね、簡単に言うと。うん、だからなんかその多動症なんじゃないかとか疑われたりとか、うん、まあ、なんか違ったらしいんですけど、うん、まあ、っていうようなことがあったぐらいで、まあ、それに対してはまあもちろんそのシンプルに安全性とかもあるからちょっと厳しかったけども、はい、だから全体的に見ると、まあ、結構うーん、なんかそんなにこう本気で怒られたみたいなことはあんまりないかな。うーん、まあ、自分が末っ子だったっていうのもあるのかなとは思うんだけど、あ、うん、まあ、結構それあると思う、うん、だから俺もその、うん、まあ、同じく3兄弟で、うんうんうん、まあ、末っ子めちゃくちゃ甘やかされたから、あ、そう、だもん、ね、俺もそう甘やかしたから、そうだからそのあると思うよそれは。ああ、なるほどね。まあまあそれは親になったら分かるんでしょうねそうですね、はい、まあまあそう、そういうのもあったんだと思うんだけど、うん、まあそうだね、まあ、ただ、まあ、うちの場合はなんかすごい、うんとね、いわゆる俺らがよく言う教育系のね、チャンネルの動画で、はい、よく言ってる、まあ、やるべきことというか親の関わり方とは、まあ、ちょっとこうずれていて、あ、どっちかっていうと親の中でこうなってほしいっ
ていうイメージが結構しっかりあって、うん、それ通りに進んでほしい、うん、なんかやっぱり強い教育方針だったんでね、うん、で、まあ、やっぱり自分の場合はそこにこう馴染んでいけるような性格じゃなかった、はいはいはい、っていうのがあって、まあ、やっぱりその反発につながっていったっていうのはある、うんうん、だからその、まあ、3兄弟でさ、俺もね、うん、上2人がいて、上2人はやっぱりそこにしっかりとこう馴染んでいけるような、まあ、真面目さだったりとかっていうのがあったんだよね、うん、だから、うん、まあそのそれなりのこう望むような感じにきっと多分なっていて、うん、多分自分の場合は全然親がイメージした感じではないんですよはい、はい、まあ、いわゆる医者だったりとか弁護士、うん、まあ、いわゆるエリート階層っていうんですか、まあそうだね、をこうやっぱりこう目指してほしいっていう、うんうんうん、のとやっぱり外れたっていうね、あところですよね、まあ、だからそういうのはだからでも自分の場合は結構それがなんかその親がそこに当てはめようとしてくるからそこに対する反発で自分の中で頑張ろうと思ってるみたいな、うん、だからそれは結構ある種自分にとって逆に良かったのかもしれない、うん、なとは思ってるんですけど、まあ、だから捉え方次第ですけどね、それはね、うん、それをこう狙ってたよって言われちゃったらもうそれお手上げだから素晴らしいっていう感じですからね、はいはい、まあ、でもなんかちょっと関係ないんだけど、なんかそのまあ塾とかでさ当然授業してるわけじゃん、うん、で授業してていろんなお子さんを見て、うん、そのなんだろうな、全然勉強しない子とか当然いるんだよね、うん、全然勉強しない子で、そのじゃあ勉強しなくて、うん、なんかその本当に気づいたらなんか後ろ向いてたりとかさ、ちょっと立ち歩いたりとか、はいはい、まあ、いわゆるそのなんかもう勉強以前のことがもうしっかりできてないお子さんって結構いるんだけど、うんうん、でもなんかそういう子がたまにこうなんか油売ってる時にその絵を描いてますみたいな、あ、いるんだよね、その国語とかだと特になんかそのストーリーがあるからそこもなんか絵を描いたりとかしてる子がいるんだけど、すごい、いやすごく上手かったりするのよそれがね関係ないけど、いやもうだから俺さ、まあ、注意しなきゃいけないんだけど、うん、うまいねみたいな逆にね、うん、なるほど、いやうまいねみたいな、あ、いやこれをさ、いやこれまさにこういう情景だよみたいな、あ、なるほど、ね、だったりとかっていうのもまあ経験としてあったりするんだけど、うん、いやだからそのなんていうのかな、勉強に向いてないとかっていうよりかは勉強以外に向きすぎてる子っているんだよね、あ、だからそのそういう子の場合、じゃあ果たして何が重要なのかみたいなことは結構考えるべきなのかなと思ったりする。うん、だからなんか絵とか上手い人とか身の回りにいたりしない？なんか勉強はできないけど絵は上手いみたいな。あ、だからそれで言ったら俺は兄貴がそうなんだけど、うん、あ、そうなんだ、一つ兄貴がいるんですよ、あの3個上の、うんうんうん、でその彼は、うん、俺の弟目線で見て、うん、いわゆる多分天才の部類だった。でなぜそう思うかっていうと、まあ、いろいろ理由があって、うんうん、例えば小学生で、まあ、絵のコンクールがありましたと、うんうん、で兄貴はいやいや描いてんだけど、うん、それ描いたら、まあ、表彰されるみたいな、うんうんうん、とかあとは、まあ、小学4年生の時に、うん、まあ、ロボットをなんか動かしてなんかプログラミングして動かしてなんか体操させるみたいなとか、まあ、そういう、あとは、まあ、絵は結局ずっと上手かったし、うんうん、あと個人的に一番面白かったのはペン回しが異常に上手くてまあ手先が器用ってことなんだよね。そうそう、だから6年生の時とかずっとペン回ししてるんだけど、うんうんうん、なんか意味不明な動きして、その小学生3年生ぐらいの俺からしたらどうしたんですかっていうぐらいの、なるほどね、そうとかね、だからそのなんだろう、まあ、パソコンも詳しかったとかもあるし、その時代のね、だから本当パソコンの対面機に詳しかったっていうのもあるし、まあなんだろう、そういうの含め、あ、なんか勉強とかそれでさ、親に俺と同じような教育方針、結構ボコボコにされるような教育方針に反発して勉強しなかったりしたんだけど、うんうんうん、そういうの見るとなんかね、なんか勉強以外だったら、うん、とてつもない才能があるけど、うん、その時に本当に中学受験が正解なのか、いやもちろんその、うんうん、俺は結構正解だったと思ってるけど、うんうんうん、そこまでその最後強制させる部分ってあるじゃん、うんうん、こっから先は2位だよねみたいな、うん、そこをやらせる必要があったのかなとは思う時はあるよ。だからその、うん、いやだからそのなんていうのかな、うん、結局そのまあ中学受験って、まあ、もちろんその本当に得ることって多いじゃん、うん、でなんかそれはただもしかしたら一部の人には
最善じゃないっていう可能性は結構あると思うんでね、うん、最善のその方法ではない、うん、その子のその子のその将来的に重要なスキルだったりとか、そのそもそもの力だったりとか、そういうものを身につける上ですごくいい材料にはなるんだけど、うん、その最適じゃない場合、最適じゃない子っていうのがたまにいる実際、うん、だから僕らも本当にまあ中学受験の業界にいるから、もちろんやったらいいですよって意見としてはもちろんあるんだけど、うん、いやこの子はもしかしたら違うかもしれないって思うのがたまにいるよね確かにね、うん、だからもちろん実際にさ、別にその子に中学受験やめなとは絶対言わないし、うん、わざわざそんなこと言う必要もないんだけど、うん、ただその子が中学受験をやらずに、もしなんか例えば別のところですごく頑張りました、うん、ってなった時の未来っていうのは、まあ、親御さん、ね、もしね、そのもしかしたらこの子は違うかもなみたいな、うん、一回こう振り返って本当にこの子に中学受験をさせることが将来的な、まあ、ビジョンの中で最適な方法なのか、うん、選択なのか、最適な手段なのか、うん、っていうところっていうのは、なんかもしかしたら一回 見返してもいいのかなとは、うん、まあ、まあ6年生の、ね、方とかだったら、まあちょっと話はね、もうこっからは走るだけですから、走り切ってくださいって感じだけど、まあ、5年生以下の子さんに関しては一回なんか考えてみてもいいんじゃないかなと思ったりするんですよ、うんうん、だからそのある種その中学受験っていうのは、まあ、最大公約数的に、うん、まあ、みんなに、まあ、最適 な、うん、なんていうのかな、手段なわけですよね、うん、まあ、将来的にいろんなスキルを身につける上で、ただそのあくまでも手段しかなでしかないので、はい、そのいね、当てはまらない子がいくつかいるんですよやっぱり、うん、だからそういうことはまあ少し本当にちょこっと思うぐらいでもいいのかなとは。そうだね、それこそ教育系の動画伸びないって話あったけど、うん、そういうの見つつ、まあ、たまに見てもらって、そうだね、判断材料というか、そうですね、こういう考え方も見方もあるのみたいなものは結構あっていいのかなって思っております。だからまさに多重知能理論の話とかもまさにそうで、うんうん、だから多分そのヒロクマのお兄さんの場合は、うん、きっとその多重知能理論で言うと、そのなんかその、まあ、論理数学的とかそういうところ以外の部分でもすごくいろんなところが多分多彩だったんだよね。まあそうだね、ただコミュニケーション能力は皆無だったね、うん、まあだから苦手があるんだよ ね、 そうだね、苦手ももちろんあると得手不得手がありますから、うん、その得手不得手を判断して得手の部分をやっぱりこう伸ばしていくような、うん、そっちの見方もありだよね。もちろんね、勉強系が得意が一番、まあ、親御さんとしてはなんか安心というか、まあそうなのかもしれないんですけど、うん、汎用性は高いとは思う、そのなんだろう、広がりっていう意味では、そうだね、どんな選択肢も取れるとは思うからね、うん、まあだから一つの道に、まあ僕の話ですけど、一つの道に当てはめようとすると反発する人間もいるんで、そうすると多分、はい、望まない道に行くどころか、まあ、逆の道に行っちゃうってこともありえると思うんですよ、うん、でいわゆる非行に走るとか、あ、なんか最悪の場合そういうこともありえると思うから、うん、まあ、僕はまあ そこまでにはならなかったですけど、まあ、そういうこともね、なんか少し考えて、まあ、お子さんにとってどうなのかっていうのをこう一度、まあ、偉そうですけども考えてみていただくのはいいかなと思うわけですね、まあ、はい、ちょっとなんかこう、まあなんか大事なことというか、うん、ちょっとなんかしんみり話しちゃいましたけどはい、終わりますか、はい、結構長いですかね。そうでもない、いやそんなことない。じゃあまた次の動画でお会いしましょうということで、はい、はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。